ショート3位織田信成。ショートで織田が悔やんだのは弱気になったこと。フリーは強気でいけるでしょうか。ピアノ協奏曲。絶対に勝ちたいと言い続けた全日本、勝利への道、4回転。4回転のトーループ転倒です。トリプルアクセル、トリプルトーループ。柔らかい着氷です。トリプルフリップ。スピン。どうやら後半の勝負になりそうです。トリプルルッツ、トリプルトーループ。トリプルアクセル、2回目の転倒。トリプルサルコウ。トリプルループ。最後のジャンプ、ダブルアクセル。2年ぶりの優勝を狙った全日本、最後のスピンです。
やはり全日本に横たわる独特の緊張感は最終滑走織田を飲み込んだ形になりました。さてまずは国分さん伺いましょう。はい、そうですね、まあ、ミスがあって、はいるんですけれども、やっぱり切り返して、新しく次に進むという姿はやっぱベテランならでは、はい、大きくそんなにミスがないというところはすごいなと思いますね。そうですね、このあたりの気持ちの切り替えがねしっかりできると。さあ高島さんはどんな感想ですか。ジャンプは悔しいですけれども、こうお子さんに強気なかっこいいパパを見せられたんじゃないかなと思います ね、 そうですね、はい、さて荒川さん、はい、この今日の織田の演技、まあ、最初のね今シーズンはかなり成功の確率も高まっている4回転なんですが、そうですね、やはり勝負の鍵というふうに本人も認識していたと思いますので、そこに気持ちはあったと思うんですけれども、ただその後しっかりと決めたジャンプに関しては加点のつくような素晴らしいジャンプが続きました、はい、そしてまた珍しいトリプルアクセルでの転倒という、もう一つのミスがあったところで優勝争いする上では少し大きな転倒だったかなというふうにも思います。はい、さあそして本田さん、はい、やはりこの最終グループの独特な緊張感で、はい、ほとんどの選手の後半が少し体力スタミナの面で疲れてるのかなっていうのが見れましたよね。なるほど、やはりそれだけの緊張感の中で滑り切らなければいけない、これは もちろん世界選手権でも同じ空気を味わうわけですから、はい、やはりこの経験もすごいいいものじゃないかなと思いますね。もともと織田はあまり得意ではない最終滑走でした。その中で滑り終えています。さあ織田が小塚を超えるまでは 173.45 という高い得点が必要になります。新王者誕生の瞬間か。高橋大輔は現在2位、その高橋を超えるかどうか。さあ間もなく全ての答えが出ます。織田の得点は技術点が 82.00、 そして構成点 80.00、 160点を加えて237.48 で2位。小塚には届きませんでした。この瞬間新王者誕生、小塚貴彦初めて全日本を制しました。3位に高橋大輔、そして男子シングルで初めて親子での制覇となりました小塚貴彦です。